台湾旅行だやんややややや や。台湾がね、台湾政府が日本からの、だからまあ日本人観光客ですよね、日本からの台湾への入国を台湾政府が受け入れ再開っていう、そういう話ですかね。どうでしょう、この辺は台湾って行ったことありますか。しかもね、まあ、食べ物が美味しいとかいろいろあると思うんですけど、今台湾でね、この安倍元首相のこの等身大のこの銅像がこの完成お披露目っていうね、いやちょっと見に行きたいですよね。まあ、もうちょっとなんか違うポーズが個人的には良かったんですけど、ちょっと興味があります。